大阪弁は大阪で話される日本語の方言で近畿方言の一種。大阪府の方言は摂津方言、河内方言、泉方言に大別され、特に西南地方の方言が最も得意性が強い。大阪府内は大部分が大阪平野であり、大阪市を中心に人的交流が活発であるため、もともと他都道府県と比べると、 方言の地域差は小さく、伝統方言の衰退、変化が著しい現在では、地域差よりも世代差の方が大きくなっている。ここでは、摂津方言のうち、大阪市を中心とする地域の方言を取り上げる。大阪市北区天神橋筋商店街にて、大阪市は近畿地方の経済、文化の中心地であることから、大阪弁は、 近畿地方一円の方言に強い影響力を持ち、漫才などを通じて、全国的にも知名度、認知度が高い。京言葉と同様に、大阪では方言への愛着や自負心が強く、地元を離れた時やテレビに出た時にも大阪弁を使い続ける人が少なくない。一方で語彙面を中心に共通語化が進んでおり、他府県からの人口流入もあって、 大阪弁は変容し続けている。江戸時代から明治にかけて、現在の大阪市内にあたる地域には、地区や階層によって様々な言葉が存在していた。船場、島の内、天馬、天王寺、長町、木津など。明治後期以降、大阪市電の路線網の充実化などによって、市内各所の交流が活発になるにつれて、市内の言葉は禁止化。 簡略化していったという、大阪市内の質屋の看板、舌や唇などをあまり緊張させずに発音することが特徴である。特に高齢層では、死因の発音が不明瞭になりやすく、作業音の破行音化や、ザダラ行の混同、半インの脱落などが起こる。男性の荒い口調では、ラ行音が巻き舌になりやすい。高齢層では、 語中の画行微濁音が聞かれるが、中年層以下では衰退している。シ音と対照的に母音は、明瞭に発音され、無声化が少ない。例えば、そうですは、そうですのように語尾が伸び、巣を無声化させる、東京の発音に比べて、歯切れが悪い印象を与える。連母音の点下は、A A を除いて起こらないが、見えた見えた、消える、消えるのようなエーエーや、はえはい。 迎えに行く迎えに行くのようなあやいが起こることがある。一泊の日常語は、かかあ、めめえのように超音化するが、忙しいなあ忙しなあ関東に関とだけのように本来超音のものが短くなることもある。うは、遠心後絶凶母音に近く発音される。その他、油断にあや行音が続く、際の日曜日曜。 好きやねんすキャゃねんのような即音、陽音化。他には、洗濯機洗濯機、機能、金能、小便、小便、ゴミ箱、ゴム箱のような語中語尾の発音化、何するねん何数ん,ねん電車に乗る電車に乗るのような動詞のラ行音や上詞、二の発音化などが、特徴的である。アクセントは、京阪式アクセントであり、大阪市内だけでなく、大阪府全域でも、 地域差がほとんどないが、世代間での違いはかなり大きい。船場言葉は、大阪市の中心業務地区である船場の商家で用いられた言葉。昭和中期まで折り目正しい大阪弁の代表格として意識されていた。大阪弁研究家の前田勇は、船場言葉について、大阪弁は、庶民的な言語であるというのが通説であるけれども、少なくとも、 船場言葉にそれは当たらず、船場言葉は、言うべくば、貴族的以外の何者でもない、と表した。江戸時代から近代初期にかけて、船場は、小と大阪の中心地として繁栄し、船場言葉は、商業社会の共通語として、広く用いられた。豊臣秀吉が船場を開発した当初は、堺から、強制移住させられた商人が大半を占めていたが、 その後は、平野商人、伏見商人らが台頭。江戸時代中期には、大見商人が船場へ進出した。このような経緯から、船場言葉は、各地商人の言葉が混ざり合って成立した。飽きないという職業柄、丁寧かつ上品な言葉遣いが求められたため、京言葉の表現を多く取り入れ、独自のまろやかな語感、表現が発達した。一口に、 船場言葉といっても、話し相手や状況、業種、役職などによって、言葉が細かく分かれていた。のれんを守る船場商人に限っては、経営者一族と従業員の独特の故障を固定して用いた。明治以後、中東、高等教育の普及による、標準語化や手塚山、阪神間の宅地開発に伴う、船場商人の食樹分離化で船場言葉は、 変質していった。その後、大阪大空襲や、戦後の混乱による、旧来住人の離散や、高度経済成長による、小習慣の変化や、企業の東京移転などが原因となって、船場言葉は、急速に衰退し、今では、情報落語の古典落語などで耳にする他は、限られた高齢者にしか、船場言葉は残っていない。 船場言葉を守り伝えようとする動きもあり、例えば1983年に結成された何話言葉の集いでは約200人の会員が活動している。大阪では様々なダシャレ言葉が発達した。現在でも通用するものがいくつかある。漫画やドラマなどのフィクションの世界において大阪弁及び関西弁は一 性のステレオタイプを伴う役割語として描かれることがある。役割語の提唱者である金水里氏は大阪弁を話す登場人物がいたら、ほぼ間違いなく以下のステレオタイプを一つか二つ以上持っていると述べている。また、ステレオタイプな役割語は表現者の意図した、あるいは意図しない偏見、差別意識を伝える場合があると指摘している。 冗談好き、笑わせ好き、おしゃべり好きケチ、主戦やつ、背筋主義者食通、食いしんぼ派手好き公職、ボンド根性ヤクザ、暴力団、怖い2から6はいずれも、直感的、現実的な快楽や欲望をなりふり構わず肯定、追求しようとする性質と結びついている。それは、周囲の常識人から貧縮を買い、嘲笑や、軽蔑の対象となるが、 一方で一と結びついて愛すべき同契約となり、また、偽善、権威、理想、規範といった縛りを洗い飛ばす役回りにもなる。すなわち、ステレオタイプな大阪人、関西人はトリックスターの役どころを与えられていると、金水は指摘する。一から六のステレオタイプは、江戸時代後期には、すでに相当完成されていたとされる。江戸時代、髪型では、 現実的で経済性をもんじる寄付があり、また証拠書を円滑にするため上絶が還元されていたと考えられる。これは、金欲主義、理想主義、行動主義的で寡黙な人格が好まれる江戸とは対照的であった。特に章と大阪から江戸へ金儲けにやってくる上方商人たちの姿は、酔い越しの銭は持たぬ江戸っ子にとって強く。 印象的だったろうと考えられる。また髪型の人形浄瑠璃の芸風もステレオタイプの形成に影響を与えたと考えられる。実編者19、東海道中日ざくり毛に登場する北八の相対情報ものは、あたじけねえ。気の知れたベラボードもだというセリフは、当時の江戸から見た情報者のイメージの例と言えよう。近代になると、大阪では、 円達和チャコを中心に漫才が急速に発展し、ラジオを通じて日本全国で人気を博した。また戦後のテレビにおいても、番頭は、んとでっちどんや、てなもんやサンドカサなどの情報喜劇番組が盛んに放送された。こうしたマスメディアでの発信は、大阪弁、関西弁の浸透を日本全国に促すとともに、関西人にイコールお笑いが、 固定化されていったと考えられる。またこの同時期には、菊田和夫の儀曲、がめついやつや花と箱の根性ものがブームとなり、関西時にイコールドケチ、ド根性が固定化されていったと考えられる。中井聖一は、大阪弁は面白く、大阪はお笑いだ。このイメージは、80年代の漫才ブームが火付け役になり、90年代になって一般に。 普及していった。これは見方を変えると、90年以降、バブルが弾けて、多くの中小企業が倒産し、大阪の凋落が決定的になったことと同一戦場で語られる、現象で、成功者が激減した大阪は、土根城からドア宝の街へ、全国の人々のイメージを変容させたとも言えそうで、あると記述している。最後の7は、戦後になって形成された、 比較的新しいステレオタイプである。江戸時代においては、ベランメイク町で、喧嘩っ早い江戸っ子に比べて、情報者は、気が長く入弱であるとされていた。明治時代においても、泉京香が、草、草子に現れたる、江戸の女の性格で同様に表している。谷崎純一郎は、1932年に随筆、私の見た、大阪及び、大阪人にて、 関西の婦人はボンベてそういう風に言葉数少なく遠曲に心持ちを表現する。それが東京に比べて品よくも聞こえ非常に色気がある。歪断などをしても髪型の女はそれを品よくほのめかしている術を知っている。東京語だとどうしても露骨になる。と記している。小田作之助は1947年。 大阪の可能性において、私は金ね,ね思うのだが、大阪弁ほど文章に書きにくい言葉はない。とし、大阪弁というものは、語り物的に上舌にそのネチネチした特色も、発揮するが、やはり瞬間瞬間の感覚的な表現を、その人物の動きと共に捉えた方が、大阪弁らしい感覚が出るのではなかろうか。大阪弁は、独自的に一人で喋っているのを聞いていると案外、 つまらないが、二人、ないし三人の会話のやりとりになると、感覚的に心理的に飛躍していく面白さが急に発揮されるのは、私たちが日常経験している通りである、と評している。関西人イコール暴力的のイメージは、1950年代から1970年代にかけて、近藤の河内物、極道シリーズに代表される関西が、舞台の薬剤映画、 ああ。花の応援団や、ジャリンコチエのようなエネルギッシュな漫画作品の流行などによって形成されたと考えられる。その後、1980年代には、映画さながらの高層事件やグリコ、森永事件などの凶悪犯罪が、関西で多発し、新聞やワイドショーを連日賑わせる中で、関西コール怖いのイメージが煽り立てられた。 これらの印象付けを傷づ系は、マスコミでは、普段、大阪のことは、全国記事になりにくいのに、暴力団の構想や警官不祥事などというとすぐに、大きい扱いとなる。これでは、大阪の印象は良くならない、イメージの一人歩きが、文化テロールにつながると指摘している。また、関西大学副学長の黒田勇もスポーツ誌から、次第に一般化したと。 役割ごとしての関西弁の広がりを指摘する。大阪を取り上げる在京マスコミの姿勢が、そもそも、あくまで、関東人にとってのステレオタイプの大阪しか、求めようとしないという指摘もある。ありがとうございます。